はい、今日は4月の9日金曜日夜9時22分になるところです。現在の腐敗した政治行政社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、国民市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車ニャリマン東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今日今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。さあ、昨日皆さんにお約束した通り、今日現場からね、単発ではありましたが3回ね、ライブを行いました。しかしたくさんの方々がアクセスしてご覧になっていただいてますね。そして現場からの中継でこの不届き者がね、県の立ち入り検査ね、受けている者が指導に従わずに営利に走っていることが今日分かったんですね。どういうことかと言いますと、3月の3日に4回目の県の、ああこんばんはね、3回目の、あ、4回目ですか、3月3日にありがとうございますね、4日にね、この立ち入りをされて掘り起こしをされた時に、最後に県の指導は掘り起こした土でこの道を作ってダンプが通れるようにして、あの柄を木を切ってね、先端を土砂を入れて埋めてますから、そのやる時の準備のために林の木を伐採したものがのぞみになっているわけなんですね、瓦礫として。それを出せというね、指示が出たらしいんですね。しかしこの不届き者は何をしたかと言いますとね、道を作って今日営利、つまり土砂を受け入れしとったわけなんですね。この土砂受け入れしたね、決定的瞬間の写真、皆さんにねお見せしますね。今日ね、この動画終わって私がね、現場からその不届き者の現場を終わって遠くにね、瓦礫が積んであるのを確認して、そして終わろうかなと、あの堤防を降りた時に黄色いダンプが入ってきたんですね。と言いますのは、この黄色いダンプが入ってきたのはね、何しに入ってきたんかなと思ったんですよ。そうしたらなんとね、土砂積んどったんですね。どこ入っていくのかなと思ったらね、この不届き者のところの新しい斧入り口から入っていったんですね。そして奥の方にね、持っていって、これですね、このダンプカーなんですね。このダンプカーね、黄色いね、ボディもキャビンも皆ね、黄色のダンプカー、おそらくこれ4トン車ではないかなと思うんですね。何度も何度も残土を運んできて奥の方に入れていたんですね。私が見たのは1回ですが、その後もね、近所の人にちょっと聞いたら何回か入れとったらしいんですね。そして県が指導した瓦礫はね、そのままほったらかしなんですよ。ね、そのことを今日は県の伊賀上野の支所に行って、ね、担当者と面談の時に、ね、それを指摘しました。ね、そしてもっとね、指摘したのは、このね、業者の裏からね、今日はね、裏の先端から写真を撮ったんですよ。ね、どのような写真かと言いますと、これなんですね。これ、ね、
一番表から南側から入って裏有地のねクラブハウスに入る入り口なんですね。そこからね見えてるところ一番先端が見えるわけなんですね。ここなんですね。これここなんですね。一番先端。さあ中から何のひび割れしてるんかな思ったんですよ。ところがね、ここもともとが田んぼであったところなので、水がしね、雨降ったでしょこの前、その水が染み込んでここから吹き出しているわけなんですね。水がね、肉眼でね、日光にキラキラ光っていましたから、このカメラではわかりませんが、なんとね、このようにね、綺麗にね、ユンボで押さえたところが割れて、ね、石が、岩みたいなものが出てますね。こっから水がね、流れ出ているんですね。そして当然、この先端のところの下には、池、ため池、用水路ですね。土砂を搬入して田んぼを埋めるにしても、ね、ここの末端には必ず、ね、貯水池を作らなければならないような図面が提出されて、その通りになるがために、三重県の鈴木知事の認可が下りたわけなんですね。そして、この下にはね、どこにもそのようなね、あれが立っているようなあれがないんですよ。ね。ここが、いろんなね、角度からこうしてね、見て、下にため池なんか作っているような様子はないんですね。ということは、この悪徳業者は、提出している図面なかったら、残土のね、受け入れの許可なんか出るはずがないんですね。しかし、このね、この見て、左側にね、ちょっとね、大きく出しましょうか。ね、どうもこの左側の方にね、このところにね、小さく白いところに映っていますね。ここの白いところにどうも U 字工でね、下水の雨水が流れるような溝ができていますね。作っていますね。ここ雨水が流れるようにしているのにもかかわらずね、この山肌のここですね、黒く割れているところ、ね、このちっちゃく割れているところ、ここからね、どうも、これですね、ここですね、真ん中から水が吹き出ているわけなんですね。そして、面白いことが起こったらしいんですね。この前、雨降りましたね。この時に、この業者は、掘り起こしたところで、ね、土を入れて道を作って、そこをね奥へ入っていったらしいんですね。ところがそのダンプカーがそこにめり込んで傾いたらしいんですね。どうにもならなかったということは、ユンボで釣り上げたかどうかして出したんですね。しかし瓦礫を出すところか道ができたら、瓦礫はほっといて金儲けの残土受け入れをしているね。今日抗議したんですよ、県の担当職員に。あなた方は何の指導したんですかね。その指導にね従わずに尻し欲の金儲けに走っているではないかと。そのようなものに何回あなた方は指導するつもりやね、ましてや先端を見ましたかと。まだ一番先端のところには残土を搬入するための木を伐採した時の血が瓦礫として左側には全て放置されたままになっているではないか。田んぼのところまで切ったものがそのまま放置されているではないか、ね、だから県の言うことも聞かない、これが悪徳業者でなくて何の業者だ。あなた方の
行政指導っていうのはもう終わってるんじゃないか。ね。あなた方やることは、許可を与えて、ね、やる権限を持っている以上は、ね、取り締まる権限もあなた方持っているんですよ。と許可だけやって、取り締まりはしない。そんな法治国家の日本国で、そんなことはないでしょう。言うことを聞かない不届き者は、協議をやって、いつ一日までに全てのものを出せ。ね。もしくは、立ち入り禁止にして、いつものように黄色いロープを張ったらどうだ。そして、告訴。私が警察、検察庁へ出すのは告発状です。裁判所とか、警察とか、検察庁へ出すのは、民間、全然、ね、関係ない。要するに調査員が出すのは告発だ。ところが行政が出すのは直接三重県知事並びに責任者が出すのであるから告訴状だ。告発状と違いますよ。だからこのような不届き者を告発したら県が、あなた方が県の対応はちゃんとしましたね。そのから先はここにどんな土砂が入っているか。ね。国土交通省の河川敷から出された残土が不法に搬入されているということは、これは国土交通省の近畿地方整備局の監督不行き届きである。次は私が大阪にある第一合同庁舎の7階にある河川部に行って、立ち入りせよと。県は目いっぱい行政処分を出してるやないか。ならば工事を発注した側にも責任があるだろう。あとは国交省が行ってこれをどうするっていうのは 県に指示して全部撤去させる。国交省が出した土は全部出させる。これが国交省の仕事だろうね。そして今日ね、法務局行ってね、20名の地権者の名の池、ね、唐川池と書いて、なんとかいうね、池らしいんですね。この地図には唐川池と書いてあるんですね。これをね、全部大きな池ですから、地権者の通り取ったらね、すごい、ね、地図になったんですよ。ですからここにね、それをつなぎ合わせてね、取ったものがあるんですよ。このようなものができましたよね。これすごいでしょ。このね、どっからどう見たらいいかわかりませんのでね、この専門の人にね、これつないでもらいました。今日ね、このような大きなこれね、横ね、1メーターね、縦60センチねぐらいのこの図面ですね。この真ん中がね、池なんですよ。国土交通省が、地元のね、ドライバーの皆さんがね、国交省が買ってそこに入れていると、このようなね、噂を私聞いてましたから、本当に国土交通省がこの池を買ったのかな。ところが、調べたところが、この地権者ね、与野地区と大滝地区、大台地区というらしいんですね。この大台地区10名ずつがこの池をね、所有していたわけなんですね。ところが昔からですからね、この百姓の推理権を持っている人たちがね、権力のある者がね、これをね、登記したんや思うんですね。ここにね、小さくね、これ見たらわかりますかね。このね、小さくね、ここに横にね、これ見えますかね。これここにずーっとこれ線のように見えるでしょ。ね、ここに一つ一本線と、それとこの横ですね。ここにね、中にこれ線のように見えるでしょ。ここ、これね、これずーっとね。これは地主のね、地盤が書いてあるわけなんですね。
20人分の。ね、そして当本は、ね、挙げたのは、代表者を決定してるわけなんです。で、それはそうでね、村の代表者、ね、与野地区の代表者と、大滝の代表者、ね、の当本だけを挙げてきました。そして、その地図を、ね、地盤ですに、つなぎ合わせたら、このようになったんですよ。そしてね、この中でね、ね、つなぎ合わせて分かったのが、ここにね、234万地って、今この端っかにあるんですね。この234番、ここですね。234万地。ね、ここですね。この、ちょっとしか映っていませんが、このずっとこのね、右手の方へ行ったところが、先ほどね、写真をお見せしますね。ここなんですよ。ね。このね、本当にね、よく分かってきました。ね。どのように分かってきたかというと、ね。これなんですね。行ってね、びっくりしました。ね。これがね、中が出てくるんですね。この、前ですね。この奥で見たところが本当にね、びっくりするような現場なんですね。ちょっとね、出してみますね。ここなかなかね、これがこの離道、この奥の池の方にね、行くね、この悪徳業者のね、建物がこちらトタン吹きの方ですね。この真ん中、この草の生えているとこ、離道なんですね。ずっとね、池の方に降りるこういうね道があるんですね、道路側から。ところがどうですか、奥の方にこの不届き者がもうプレハブね置いていて通れないようにしていますね。これ見たらね、こういう状況ですね。プレハブ通せんぼしていますね。この奥なんですよ、この234番地ね。ここ、なんと、私の東大阪の人が持ち物なんですね。ここに、ね、この、不届き者は、本当にね、びっくりするような、ね、残土を入れてるんですよ。ね、この、奥でしたかね、この前かな、これちょっと待ってくださいね。動画で撮ったんですよね。なかなかね、操作がね、うまいことできませんので、ちょっと待ってくださいね。このね、もう一つ前かな。あ、行き過ぎか。ここだと思うんですがね、ね、ちょっと待ってくださいね、今操作しますね。これね、なかなかね、操作がね、わからなくて、メカにね、あんまり詳しくないんですよ。ね、ですから、この、出てるものをね、ちょっと、ね、ちょっとむず難しいかな。なかなかね、この難しくて、操作がね、ちょっとうまいことできないような状況になってるんですね。これなんですね。この、ね、234番地の手前、ね、この悪徳業者がもう採石できれいに整地してますね。この先なんですね。この先の方をね、
停車してね、きれいにね石を積んで、そして採石でね擁壁みたいに作っているんですよ。さあこの業者ね、この前の道路ね、土曜日曜日はダンプカーが休み、国交省の仕事は休みらしいですから通りませんから、なんとこの奥にね入れていた参拝をね、自分が去年の9月末にね、残土の受け入れちょうど向かいのこのね場所を買って、そこにねピストンでどうも奥の方の参拝をやばいと、今県の調査が去年の7月に自分のところに入ったと、ひょっとしたらね自分の事務所の奥にも大量に入れてるから、先の見えないようにね目隠ししなければならないなということで、掘っていた参拝をねすくい上げてピストンで許可のある奥の方へね投棄したらしいんですね。それを隠すためにね、三重県の産業廃棄物対策課がね、去年の11月に2度目の掘削をしたいと申し入れたところが、ちょっと待ってくれと、時間がないから来年まで待ってくれと言って2ヶ月ほど日延びをさした。その間に土日においてね、この不届き者はこのねきれいに整地した先の方ですねのね、この産業廃棄物をね作って、自分のところのダンプでねピストンで捨てたというんですね。それを隠さなければなりませんね。そのために国土交通省の中抜き、本当はこの池にね入れなければならないものを途中で5台10台をこの参拝を隠すために、ここの先ほどね裏から取ったところのとこへ入れたらしいんですね。こういう事実が分かってきたんですよ。ね、そしてもう一つ分かったことは、今日ねこの赤い車をね、私が県庁に行って、そして伊賀市役所に行ってね、不届き者このね第二現場ですね、この第二現場の連中らがねどのようなことをねしているか、栗の木を植えていることを、そこのね動画で今日昼皆さんにねお伝えしたんですね。この時に私がこのカメラで撮ったのがね、現在のこの前に撮ったのがねこれなんですね。これね、この栗の木なんですね。これ第二現場ですね。この栗の木ね、このね栗の木、田んぼでやったところ畑にのね農田して、そして畑になったね、ところが立ち入りを受けた時にね、区長や農業委員長やね役所の職員が立ち会いして見たところ、石がゴロゴロ、畑ですよ、石がゴロゴロ出てきていると、こんなところ畑にできないではないかね、即座にこの石を撤去せなあかんじゃないかと言われたために、このねユンボでねバッカンの先に網をつけてふるい出して出しますと言ったらしいんですね。回答したらしいんですね。ところが何をしたかと言ったら、なんとね植えたった栗の木をもう一回抜いて、もう一度抜いて上から1メートルね高さまでキャタピラーで土を入れて、石を持ち出すところかね、またそこに土を搬入して1メートル奥から上げてきて、上げたところにこの栗の木をね、広いところに約20本勘定したんですね。見える範囲でしたら20本ほど植えてあるんですね。さあまたねこれについて面白いことを聞いたんですね。伊賀の伊賀栗っていうのが有名らしいんですね。この栗の木をね植えたら出荷して伊賀栗名物で売り出そうね、兵庫県には丹波栗というのがありますね。ところが伊賀でも伊賀栗としてねこれを売り出そうということで、どうもね農協確認に行こうもんですよ。今度行った時に農協にね、農協の本店に栗の木を無償でね
苗をね、やるらしいんですね。そしてこれをね、果物として、伊賀栗名物としてね、売り出そうという計画がどうもあるらしいんですね。しかし、ね、違うところからのニュースとしてはね、畑に植える苗、ね、これをどうも、ね、いろんな苗がありますね。例えば、柿とか、ね、みかんとか、ね、ありますね。これを畑に植えるについてはね、助成金か補助金が農業委員会、国から、市から出るらしいんですね。そして今日ね、これも開示請求してきました。ね。ひょっとしたらこの不届き者らの考えることは、農協からただでもらった苗をね、植えて、補助金、助成金を得るためにね、農業借り、補助金、助成金の申請をしているんじゃないかな、とそう思ったんでね、今日開示請求してきました。ね、さあ、公文書がなければ、ね、ただ思うだけで、ね、私は疑問に思ったことはすべて公文書、ね、開示請求する。文書がなければない。ね、ならば、補助金が出ていないのであれば、ね、農協が無償で伊賀栗販売のために、名物をするために、ね、無料でどうも苗を与えていると。ね、民間に与えているらしいという情報が飛び込んできたんですね。手探りでやっていますが、このような情報が次から次に来て、ね、そして話が飛び飛びになりますが、ね、この池、ダンプカーの運転手の皆さんは、これ国交省が買って、そこに河川、服部川、木津川、ね、名張川の河川の工事の残土をこの池に埋めている。このように、ね、皆さん噂していた。ところが事実は違ったんですね。事実は20人の地権者がこのようにしておって、この地権者からね、区長を通してね、村を挙げて国土交通省に3年間の計画でこの池を貸して、土砂を搬入して池を埋めていっている。ところがまだ3年間で埋めきらなかった。そのためにあと1年間延長ということでね、どうも与野地区と大滝地区にね、地区長が区長が回覧板を回したらしいんですね。このようにしてね、情報を地元の人たちね、今日ね、白影の姿がはっきりと見えてきたんですね。誰か分かりませんでしたね。ところが今日分かりましたね。このようにして地元でも自分たちの環境を守ろうね。なんで隣町の名張の業者が伊賀上野の完成になる森林の開発ね、許可もないのに破壊しているのか、環境破壊をやって、それをなぜ伊賀市はね、伊賀上野市は取り締まりしないのか、当然ですね、疑問に思っている人。このような問題が次から次へ出てきているんですね。さあ、私が月曜日には大阪に大手前にあります第一合同庁舎7階にありますね、近畿庁整備局河川部ね、ここから発注されているこの池に投入された残土の契約は、どのような契約がなされて、いくらの金が3年間で払われたのか、ね、これを開示請求届けに行こうと思っているんですね。そして公文書を来たら、それをもとにね、次から次へと、そして今月末にはね、証言者を連れて、三重県庁、ね、担当部署へ証言しにね、行きますという人がね、2人も3人も出てきているんですよ。ね、さあ、今、悪徳不届き者、ね、この連中の悪事を暴くために、たくさんの協力者が出てきたことを、今晩皆さんに報告しまして、